東京に本社を置く航空会社セレスティアル航空が福井空港を起点に東京ディズニーリゾートなどのテーマパーク等を結ぶヘリコプターの直行便の運航を今月から始めるとしていたニュースの続報ですこのセレスティアル航空ですが航空法で定められた事業許可を国土交通省に申請しておらず今日現在 予約の受付や運航を行っていないことが分かりました。セレスティアル航空から県に対して、明日ホームページ上で現在の状況を説明するとの連絡があったということです。セレスティアル航空は先月二十七日。福井空港で試験飛行などのセレモニーを行い。杉本知事をはじめ、県内の市町のトップらも出席しました。 この中で、福井空港と東京ディズニーリゾート、ユニバーサルスタジオジャパン、県立恐竜博物館の3カ所それぞれとを結ぶ直行便を今月中から運行するとしていました。しかし、福井空港を管理する県によりますと、今日までに運行はしていないということです。福井テレビが国土交通省に取材したところ、 有償で人や貨物を運送するのに必要な事業許可申請について今日までにセレスティアル航空から提出されていないということです国交省は申請から許可が降りるまで安全審査などのためには通常3ヶ月程度かかるとしていますまた運行自体を別の事業者が行う 航空運送代理店業の届出を行う方法もありますが、この代理店業の届出も出されていないということです。福井テレビはセレスティアル航空に取材を試みていますが、連絡が取れない状況が続いています。一方、県港湾空港課は、セレスティアル航空から、明日ホームページ上で現在の状況を説明すると連絡があったとしています。 県港湾空港課の担当者は、今は運航に向けての準備期間という認識だ。運航開始にあたっては、会社や国土交通省と情報共有しながら進めたいとしています。はい、私はあの現場で取材をしていたんですが、まあ、県側からの期待というのは本当に大きいなという印象があります。まあ、これは交通の安全。 もう直接利用者の命に関わる問題ですのでまずはこの会社も含めて現状の説明をしっかりしてほしいなと思います。